マスのお話が描かれたとても素敵なストーリー。大切な仲間としのシーン。ミコ本読み終わったなら決まって。どれも寒さを忘れさせるラントのように心は温まる楽しいお話ばかりです。それでは皆さん一緒に物語をもっと楽しむ準備をしましょう。まずは元気よくベルを鳴らしますよ。右手を耳の横に置いてベルを鳴らすように手を振りましょう。そのまま手を上に上げて、今度は左もベルを鳴らしてその手を上に上げましょう。次は手を叩きます。上から下へ、右左右左、両手を握って左右に振りますよ。右左、できましたか？それでは一緒にやってみましょう。まずは右手を耳の横に置いて、準備はいいですか？いきますよ。